ため息と、はい、ああ何もかも嫌。嫌、うん、あ、嫌、もうめんどくさい、はい、あもうこのまま死んじゃえばいい、はい、あ、そうダメですよ、はい、じゃあまず生年月日を、はい、はい、昭和52年、うん、ああなんか頭が痛くなってくる、あ頭痛いですかちょっと今日は朝からちょっと痛い時がありました。ああ、うん、今度は吐き気もするな。そうですか、うん、まず一番最初感じるのは、はい、自分は、はい、まあ簡単に言ったら、はい、ちょっとこういう束縛されるのが嫌なんですけど、はい、なんか束縛されたり、はい、そういうふうにされる、余儀なくされる、はい、だからもっと自由に何かいろいろしたいんだけど、はい、まあ条件とかそういう環境がそうさせてくれない、はい、それのもどかしさ、はい、うん、そういうのがまずある、はい、だからやりたいんだけどできないから、できないからやる気が出ないみたいな、はい、あで、それと、はい、今足かせされたって感じがするんですよ、はい、うん、だから身動きができないように、はい、なんか足かせつけられたみたいな、はい、うん、それが人間だから、例えば、はいはい、旦那さんが、はい、あなたはそういうやるなやるなやるな、はい、こういう人間からの足かせもあれば、はい、霊的な足かせもあるっていう、はい、そういう言葉が出るんですよ、はい、うん、今そのお仕事をなさってますか、はい、専業主婦ですか。仕事してます。してるんですか、はい、うん、福祉関係の、はい、仕事です。福祉関係か、はい、そこから来るストレスもいっぱいありますね、はい、ああ、うん、そうですね、結構多忙で、うん、その業務量が、うん、まあ、それと、はい、まあ、福祉関係で、はい、ちょっと老人ケア、はい、うん、そういうのをやってるんですか。ではないんです、障害者の方の、うん、もう一緒にお仕事をしているという、うん、で就労サポート支援を、うん、はい、させていただいて。じゃあ、はい、そういう仕事だったら、はい、まあ僕のちょっと偏見かもしれないですけど、はい、ちょっと死とは関係ないと思ってるんですけど、はい、でも多分死と関係がある、はい、夫が、うん、まあ、13年間寝たきりなんです。あ、はい、で毎週まあ病院の方には行ってまして、うん、あ、夫がそういう風になってるんですか。はい、はい、でもそういうちょっと仕事関係の人の中で、はい、まあお客さんだったり、はい、亡くなったりしてません。まあ、仕事関係では、うん、直接関わりはないんですが、うんうんうん、そのグループホームとかで、うん、まあ、同じ法人のグループホームで亡くなられたりっていうのはあります、うん、だから、はい、まあ、さっきも言ったんですけど、はい、仕事から普通にまあこういう仕事してますって言われたら、老人ホームとかそういうヘルパーそういう関係だったら、たまに年寄りのお客さんがいて、でそのお客さんのところにいたら、まあ死んでた、でたまたま、まあ死と会う、そういうのがありえるんじゃないですか。でもこっちは仕事のこと聞いて、いや死とは関係ないはずなんだけど、でも周りに死っていうのが見えたんですよ、はい、あ、見えてます、うん、あ、はい、でそれと身の回りにも実際そういうこの5年以内に人が結構死んでるはずなんですよ、はい、夫の親と、うん、まあ、姉の旦那さんが亡くなってます。やっぱりなんかこっちに全部影響が出てるって感じが、はい、はい、うん、子供が2人いるんですが、うん、まあ、下の子男の子なんですけど、うん、ちょっと学校に行けてなくて、あ、今ちょっと失礼なんですけど、はい、ちょっ
ちょっとその子暗くないですかって聞こうとしたんですよ。ああす、うん、はいはい、うん、もう半年は家から出てないですね、うん、それとまた今そういう話をしてたら、はいはいはい、家自体も暗い感じがするんですよ。はい、あの一度、うん、ちょっと足音が2回ぐらい聞こえたことがあって、で娘かなと思って聞くと違うって言われて、うん、まあちょっと違う、まあ、霊感がある方に聞くと、うんうん、血筋が関係ない方がいてた、うんうん、で血筋が関係ない、あ、まあ、身内ではなく、うん、いやっていう、僕はちょっと逆ですか、だと思うんですけどね。で一応まあお塩で部屋を清めて、うん、まあ、それからはあの足音もなくなったんですけども、ちょっとまだクローゼットは気になるかなっていうのはちょっと前に言われました、うん、僕が今感じるのは、はい、ちょっとさっきその旦那さんのその両親が亡くなったって言ったんですか、はい、で旦那さんが寝たきりになったのは長い、13年前です、ですね、はい、で旦那さんの親が気になって、はいはい、自分の息子だから、はい、ちょっと徘徊してるって感じがするんですよ、はい、ああそうですか、うん、だからそういうのを感じたんで、はい、それと旦那さんのこの2年ぐらいで亡くなったのはどっちですか、はいはい、お父さん、お父さんが2年以内ですよね、はいはい、お母さんはもうちょっと古い、はい、亡くなった、はいはい、お父さんと旦那さんがあんま良くなかったはずなんですよ、はいはい、仲が、はい、うん、でもそれがやっと自分の子供が寝たきりになって、はいはい、で後悔し始めた、あ、うん、もうちょっと優しくすればよかった、はい、うん、だからまあそういう後悔の気持ちがあって、はいはい、もう変えてきたのかな、はい、今は良くなったのかな、ずっとさまよってるって感じ、ああ、そうですか、うん、で旦那さんのこの、はい、まあ寝たきりですから病院ですよね、はい、でそこに行くとたまに気持ちはちょっと気分悪くなったりしません、はい、私はそんなになかったんですけど、うん、その息子が一度、まあ、コロナ禍でもう面会がちょっと難しいってなって、うんうん、2人やったらいいよっていうことで、まあ、子供2人が面会に行った時にすごく気分が悪くなって、うん、すぐもう退出した、うん、それと、はい、ちょっとお父さんですかお母さんですか、はい、旦那さんの、はいはい、うつ気味だったのはどっちですか、ちょっとまあお母さんとは実際私は会ってなくて、うん、あの結婚する前に、うん、あの亡くなられて、うん、でお父さんの方はまあ最終的にちょっとまあ認知も入ってて、うん、ちょっとうつ、この時うつっていうのも言ってたかもしれないです、うん、僕がなんでそれを聞いたかと言いますと、はいはい、その2番目の子、はいはい、ちょっと先祖の触りっていう言葉が出るんですよ、はいはい、うん、でその先祖っていうのがやっぱり、はい、お父さんかお母さん、はいはい、うつの吐いた方だと思ってるんですね、はい、うん、だからこれが全部つながってるんですけど、はい、だから生前自分と息子が仲が悪かった、はいはい、でもそのまあ仲が悪かったんですけど息子が寝たきりになった、はい、でそれで初めて後悔した、はい、で気になってくる子供がいる、はい、まあある意味孫じゃないですか、はい、でその孫を可愛いからこう触った、はいはい、でもそれがその生身の人間には逆に悪いのが起きたって感じなんですよ、はいはい、うん、母親と父親はもう離婚してからの、うんうん、でうちの夫はまあ母親側にまあ最終的についたっていう形にはなるんですが、うんうんうん、でもなんでその離婚までして、はいはいはい、来るんでしょうかね、はい、お父さんが。だからこういうところがちょっと、はい、まあ例のずうずうしいところ、はい、うん、ずうずうしいっていうかある意味、はい、やっぱり確かに喧嘩、まあ、僕が後悔してるから、はい、ちょっと申し訳ない気持ちで来てるかもしれないんですけど、はい、それが生身の人間には
全て苦痛になるんですよね、はいはい、で霊たちはこういうのが分からない時が多い、はいはい、で分からせるべきなんですけど、はい、やっぱりそう分からせるためには儀式があって、はい、あ、はい、うん、まあ結局はこっちの生きてる人間の全て負担になるんですよね、はいはい、まあちょっと言い方きついんですけど、はいはい、さんも今精神状態が、はいはい、